S-2M-103 中期中の S-2、S-2M-103 は、ソ連の V 界ボルホビーティノフが設計し試作した実験機。元は高速の軽爆撃機として試作されたが、様々な用途の方が計画された。しかし、第二次世界大戦に伴う運用機種生産に主眼が置かれたことにより計画は中止された。高速軽爆撃機と偵察機として、 ボルホビーティノフによって考案された。詳細設計は1937年に始まり、1938年7月に設計図がまとまった。試作1号機は S-1 という名称となり、1939年に製造された。これは機体形状などのみを評価するために製造されたため、M-103 を1機のみ搭載していた。武装はなく、固定式のソリが、 光着装置として取り付けられていた。初飛行は1940年1月29日に飛行した。初飛行時の最高速度は 400kmh を記録した。試作2号機の S-2 は M-103 を2機搭載し、機関銃1丁と爆弾を装備していた。100kg 爆弾4発は操縦者と後部重手の間にある爆弾層に入れられたが、 これは垂直に立てられており、また風防は操縦者などと一連のものとなっていた。降着装置は試験は1940年3月20日から始まり、1940年7月まで続けられた。到達した最高速度は 570kmH でした。飛行機は高行においては良好な操縦性を持っていたが、高翼面荷重のために離着陸は難しいものとなった。 航続距離や速度は予測値より低い数値であったため、さらに改良することが決定された。しかし、S-2M-103 は別の用途において、ボルホビーティノフの新たな2案の開発を進めることとなった。最初に計画されたのは、攻撃機として開発する案で、機体の後部に発砲率の高い2つのシカス、機関銃を装備することであった。 もう一つの案は溶撃戦闘機案で、ある角度まで上向きへの発砲が可能な 37mm の無反動ライフルを装備し、複座にするというものであった。高速で優れた空気力学を実現するために、2つの M-103 エンジンが機体の機種に直列に搭載され、3羽プロペラが2つ重なった二重反転プロペラを駆動する。デザインはかなり変わった外観で、 機首部が長く取られ、操縦席輪が後方に位置し、総垂直尾翼に向かって細長い胴体となっている。翼はテーパー翼形状だが、後に面積が拡大された。後部エンジンは、全部エンジンのどちらかの側を通過する2つの高速シャフトに連動し、後ろ側のプロペラギアボックスを駆動し、全部エンジンは後部プロペラギアボックスの中央を通るシャフトを介して、 全部プロペラを駆動する。翼は表面に軽い応力合金が主に使用され、内部にある2つの桁に上部と下部で同じ高さのリベットで止められた。胴体は4つの縦通り際に、成形済みの上部、下部及び側面部を取り付けた構造である。この作りは比較的シンプルであるが頑丈な構造であった。合計29の電気アクチュエーターが、 ファウラーフラップを駆動した。膠着装置は、アメリカの P-40 や F6 回のように、後方に引き込む際90度回転するタイプのもので、ある。S-2M-103 という名称は、ソ連赤色空軍によるもので、一般的には、S、または、ボルホビーティノフ S と呼ばれる。また、開発を経ていく時点で以下のような名称も用いられた。 これらは M-103 エンジンが直列に搭載されていることによるスパーカから来るものとされるが、スパルタクス、スピード、スターリンなどの頭文字という説があり、当時の開発人などによる名称は決まったものではない。ありがとうございます。